はようございます。神戸市会議員永瀬です。よろしくお願いいたします。私はですね、今回予算特別委員会で、建設局と水道局を審査を担当することになりましたが、これとは別に私が補欠選挙で神戸市会へと押し上げていただいてからずっと取り組んできた問題があります。それは障害者の福祉について少しでも充実していこうということなんですね。これは増やします市民満足ということで私が選挙公約に掲げたものの一つなんですけども、正直言いまして初めて議員になった時、一体どうやって政策をまとめて、そしてそれを市当局に認めさせていったらいいのか、それは正直言って私には全く分かりません。まさに五里夢中でした。そこで私は西区選出の山口由美先生にいろいろと教えていただきまして、山口由美先生はご存知の方も多いと思いますけども、パラリンピックの陸上競技のアスリートで、車椅子のですね、車椅子に乗られた先生です。でこの先生も本当にその福祉の問題に取り組んでおられて、いろいろと教えていただきました。そして幅広い中でも何点か論点を絞っていこうということで、この私が一緒に取り組ませていただいたのが聴覚、耳の不自由な方のですね支援策ということで、そして手話言語条例に加えて、その人工内耳をつけている人たちに対する助成金を少しでもつけようよ、人工内耳をつけることによって言語を習得できるチャンスのある子どもたちに、経済的理由でそれが手にできない、これだけはやめようよ、国がまだそこに助成を出してないんだったらば神戸市で助成をしてくださいということをですね、私もお手伝いをさせていただきました。そしてこの新年度の予算から初めてこの人工内耳に対する神戸市単独の補助金がどうやら認められそうなんです。その総仕上げとなるのが今回の予算司会となります。保健福祉の審査は私は担当しておりませんが、今度は山口由美先生が保健福祉の審査を担当されますので、最後の総仕上げ、これが、予算審議の過程でポロッと落ちるようなことがないようにですね、しっかりとこう、支えていく、こんな仕事を私たち議員はやっております。議員になって例えばものすごく喋りがうまいとか、あるいは頭が良くて論文がうまいからといって政策は必ずしも通らないということもこの1年間でよく勉強しました。現場の声、本当のこと、そこで困っている人のことを本当に知っている人の説得力というのは一番重いんだな、そんなことを勉強した次第でございます。だから私が皆様から受けたまわる様々なお話はこのような形で政策という形でこう変わっていくということをですね、ぜひ皆さんにはご理解いただきたいなと思って、今日はこの私がこの1年半取り組ませていただいたこの人工内耳、耳の不自由な方の支援についてちょっとお話を取り上げさせていただきました。今週も1週間まだまだ寒いと思います。どうぞお体にお気をつけて、お過ごしください。ありがとうございました。